浜菱川総使用植物のトガの一つ。30属250種以上からなる。特に熱帯から温帯の乾燥地に多く、草本から木まである。日本には海岸植物の浜菱のみ一種類が自生する。経済的に重要な種はほとんどないが、その中では輸送木が有名である。木は多量の樹脂を含み、世界で最も硬く重い木材である。木は 木造船のスクリューの軸受けやギアなどに用いられ、特に木製ベアリングとしては極めて優秀な性能を誇る。これは高度の他に摩擦により油分が滲み出すことで潤滑性を発揮するためである。質量が非常に重く、この木材は水に沈むという特徴がある。樹脂を具合ク油と呼んで薬用その他に用いることからもわかるように、 ヨーロッパに持ち込まれた頃より薬効が信じられており、リグナムバイテは、ラテン語で、ウッドオブライフ、生命の木を意味する。また輸送僕もクサキと書くようにこちらも、薬用植物として扱われていたことが分かり、梅毒の治療に用いられた。実際に、樹脂は、グアイアコールやグアイアズレンといった成分を含み、名称は、学名の俗名、グアイアカムに由来する。グアイアクチンキは、 キノコの間別に用いられる。また、浜シは欧米では、ハーブとして用いられる。輸送牧浜菱か次のような属に分類される。ザプラントリスト、ハスラーのいずれにおいても独立した属としては、扱われていない。ABC ザプラントリストにおいては、未解決のものしか収められていない。AB ハスラーでは、独立した属としては扱われていない。 野生キノコの鑑別方法2018年5月31日、閲覧。ザプラントリスト、ハスラー、tro picos.org、ミズーリボータニカルガーデン、31名2018、http コロンスラッシュスラッシュ www.tro picos.org スラッシュネームスラッシュ50211158。ありがとうございます。